構手軽ですよね、うん、お手軽だと思うんですけどねフランチャイズチャンネル。いや本当フランチャイズって評判悪いですよね。悪いですね、詐欺だとかね、ブラックだとか、本部だけが儲かるとかね、まあ言われてます、まあ、そういうイメージが多いんですけど、僕は3年前フランチャイズに出会ってもう人生変わったんですよね。もう本当正しく使えば最強だと思うんで、その誤解を解いていきたい。正しいフランチャイズの知識を皆さんに伝えたい。というわけでこの番組はフランチャイズ相談所。今回はアイデアリンクの島袋社長にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、フランチャイズを検討されてる方は一度は見たことあると思う。フランチャイズの窓口を運営されてる方ですね、はい、あともう一つね、ストレッチアップというストレッチの専門店の本部の社長さんもやられてるんですよね。はい、やってます。フランチャイズの募集媒体が先ですよね、うん、それ何年ぐらい前からやられてます？会社自体は今ちょっと2期目なんですけど、はい、ちょっと会社を一応分社化しまして、前の会社、まあ、会社の離婚なんですけれども、はい、事業自体はその前の会社からやってましたんで、はい、もう2000ちょうど震災の後でしたので、もう6年ぐらいですかね、はい、6。そうですよね、フランチャイズの窓口はイベントもしてますし、はい、なかなか有名ですよね。歴史はまあ6年ぐらいなので、まあ、本部さんにはある程度認知はいただいてるのかなと、はい、思ってます。そうですよね、はい、でその中でフランチャイズのことをいろいろ知ってたら、はい、本部始めちゃったみたいな。そうですね、はい、いろんな本部さんをこう見させていただいてたので、はい、でやっぱりこうフランチャイズのこう凄さっていうのは、はい、やっぱこうもう目の前で見てたんですね。それこそ林さんもそうですけど、はい、数店舗しかないのが 1,2 年でこう一気にぐっと100個だって100店舗に行く、まあ、成長を見てたので、なんかそのフランチャイズメディアを立ち上げた時に、はい、いつかはフランチャイズの本部を、まあ、やってみたいなっていう結構、まあ、欲がありまして。あ、そうなんですね。それで、はい、ストレッチの方は2013年の後半ぐらいですかね、はい、何もノウハウがないんですけれども、はい、ストレッチの専門店という形で本部をやりました、はい、ちょうど今月の28日に福岡で、はい、オープンが決まって、開店しまして、それで8店舗目になります、はい、へー、けどね、僕がその初め1店舗立ち上げる時っていうのはね、お話伺ってましたけど、はい、ね、どうなのかなと思いましたけど、はい、8店舗まで来ましたね、おかげさまで、はい、ってことはやっぱり加盟されてる方がうまくいってるから増えてる、はい、っていうことですよね。今8店舗でオーナーさん実質5名しかいらっしゃらないですけれども、そうなんですね。でその中でやっぱ初期に加盟された方が、まあ2店舗目3店舗目複数店舗出されているので、うん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 、それなりに出されている方はそれなりメリットを感じていただいているのかなとちょっと思っております。そうですよね、はい、1件ぐらいどのくらいお金かかるんですか、一軒作るのに。最初立ち上げたところやっぱノウハウもないので、はい、物件とかもこう安く仕上げるノウハウもなかったんで結構高かったんです。ほう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 。けどもやっぱりこういろんなノウハウがこうついてきたので、はい、今実際一番安い店舗ですと、まあ加盟金とか全部入れて600万ぐらいでできます。へ、はい、それは黒字化するまでの運転資金はまた別ですか。黒字化する運転資金は、まあ、そこから200万から300万ぐらい見ていただける。はい、じゃあなるほど、じゃあ込み込みで800万か900万円あればってことですね。そうですね。ってことは、はい、日本政策金融高校を使えば、はい、もう結構いけちゃう範囲。あ、いけちゃうと思います。じゃあ自己資金はオーナーさんのタイプにもよるんですけど、はい、もう自分でこうストレッチやっちゃいますよっていう方と、もう完全に投資のオーナー型、はい、で、今我々は完全に投資型の、はい、オーナーさんしかいらっしゃらないので、はい、だいたい店長の給料が、まあ20後半から30万ぐらいで、はい、法定福利入れてもっとちょっと若干高くなるんですけど、はい、もし自分でやられる方でしたら、はい、まあ、黒字化は早いと思いますし、ほうほうほう、いろんな経費を抑えられるのかなと思ってます。なるほど、はい、じゃあイメージ貯金が100万円とか200万円あれば残り政策金融公庫で借りてってパターンが多いですか。はい、大体も新規で、まあ、融資されるパターンが多いんですね。はい、じゃあ結構手軽ですよね、うん、お手軽だと思うんですけどねそのあたりについてちょっとまた、はい、分かりました。次教えてもらってもいいですか。フランチャイズ相談所では皆さんのコメント相談をお待ちしてます。ね、意外と再生回数が少ないんですけれども、結構なんかいろんな問い合わせいただきますよね。ますね。
なんですけど、こっそりみんな問い合わせをしてくれるんですけど、あのコメント欄が寂しいんで、ぜひぜひあのいろんなコメントとか、まあね、あのこっそりいろいろね相談したいこともあると思うんで、それはね、あのメールもあるんで、いろいろあのご連絡お待ちしてます。チャンネル登録もお願いします。